お確かにこんばんは、ポテトです。今日もデータぶつけ合ってきてなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、ナンバー10の動きどう変わったのか知りたーい、やっていきたいなと思いますということでですね、とんでもないアプデが来ましたね。イベント霞むぐらいとんでもないけども、本当にジーコ泣くて、これガチこれガチです。そうマジね、まだ買えるっていう哀愁がすごいよね。な心なしかなんか悲しそうだしね。ジーコ監督使うの俺かもしくは八京ちゃんぐらいだと思うんですけど、 X でそのこと伝えたらですね、あ、いや買ってませんって言ってたんで、もし視聴者いたらね、今からでも買えるよって伝えてあげてください。それはさておきですね、ナンバー10の検証してくれっていうねコメントありました。本当ありがとうございます。ということで今回ここやっていきたいなと思いますね。はい、結構おもろくなってました。これ一本にちょっとねまとめていきたいなと思います。で皆さん今ねいろいろ迷ってるとこかなと思うので、チームスタイルごとに違いもねまとめてきましたので、敵の動きを知るという意味では飛ばさずにですね、倍速でもいいので見ていただければなと思います。検証方法ですね。検証方法はサイド、センター、それぞれドリブルをしていくような形になってきます。ボール保持者、あとは注目選手以外はプレースタイル無印でやっていきます。それぞれのチームスタイルを見ていくような形になっていきます。4312の真ん中の OMF ですね。ここを中心に見ていきたいなと思います。使っていく選手はジーコですね。まあ選手だけでもね、この選手はめちゃめちゃ優秀ですからね、使っていきたいなと思います。で、今回使っていく監督はストチェック監督ですね。全部70になっておりますので、選手の、ね、プラスマイナスはなしの監督になっています。で今回はね基本的な動きを見ていきます。もちろん試合中のことを考えるとね流動的なんでイレギュラーなことはあるんですけども、基本的な動きの意図みたいな部分ですね、これを確認できればなと思います。よろしくお願いいたします。まずはですね、以前のナンバー10の動きもね確認をしておきましょう。これ以前のね動画にはなるんですけども、まあこんな感じでですね、裏抜けとかね一切しない感じですね。 ST とかで使っても全然裏抜けしないっていうね、そんな感じになっていました。はい、こっからですねショートカウンターを見ていきましょう。これがですねこんな感じで割とですねパス受けの動き、従来のねナンバー10の動きに結構近いことはしてるんですよね。ただねこう持ち上がっていくと最後の最後っていうかな、ここでは抜け出していくような感じでしたね。割とねまあパス受けというかある程度距離感、まあ近いんだけど距離感を持ちながら、パス受けをしていくようなイメージですかね。これ結構面白いのがショートパスとかでつないでいくと結構抜けてくれてフリーで打てたりみたいなパターンがあったので、これはねいいなと思いましたね。はい、ポゼッションですね。ポゼッションね実はショートカウンターとかなり似てましたね。でほぼ動き同じでしたね。なんか気持ちパス受けの距離感は近いような気はしましたけど、基本的には同じっていう感じで、最後の最後には裏抜けするとか、抜け出していく、そんな感じでしたね。でこっちもですね、ショートパスでつないでいくと最後ねスーッと裏まで抜けてくれたりとかしてましたね。はい、で次ロングカウンターですね。パス受けの動きもちろんするんですけど、このあとですね裏抜けの動きっていうのはやっぱりちょっと早いタイミングっていうのかな、早いタイミングで裏抜けみたいのはしてましたね。条件がそれ結構面白くって、ここなんですけど、フォワードがねこう下がろうと1回していて、でサイドにこの後開くんですけど、ここのスペースをジーコがね使っていくんですね。こんな感じで、これ結構新しい一面ですよね。でねかなり早いタイミングでね入れ替わりすることもあったりして、こんな感じでめちゃめちゃ早くないですか。かなり早いタイミングで入れ替わったりとかね、そういうこともよくしてましたね。はい、サイドアタックですね。サイドアタックも実はですねこれロンカウンターとね全く同じような動きしてましたね。早いタイミングで裏抜け、まあ強いて言うならばですね、周りの選手がサイドに広がる分ですね、中央への抜け出しが多いようなそんな気はしました。まあたまたまかもしれないですけど、だいぶ早いタイミングで裏抜けしてましたね。まあパス受けとかももちろんするんですけど、どっちかというと流動的、今までので言うとチャンスメーカーとかに近い動きにはなってましたね。まあ、ただ、チャンスメーカーよりはですねパス受けとかは結構してたかなっていう印象かな。で裏抜けに関しても手に直結するような抜け出しっていうのをしている、そんな感じはしましたね。でこれ実はロングボールも同じ動きだったんですけど、ロングボールやってもですねガチスカでロングボール使ってるの俺ぐらいしかいないんで需要ないんで、今回は割愛していきたいなと思います。はい、ということでここまでですね攻撃の話見ていきましたよと。ポゼッションとショートカウンター、ここに関しては似ていて、パス受けは割と近めで、裏抜けっていうのは遅めのタイミングでいくって感じでしたね。
でロングボールサイドアタック、ここに関してはですね、パス受けはまあ普通の距離というかね、その近くはないけどまあ普通の距離ですね。であとは、裏抜け自体は早めみたいな形になっていましたよって感じでしたね。はい、次はです、守備の動きも見ていきたいんですけど、守備の動きね、チームスタイルねあんま変わんなかったので1本だけ見ていきますけど、この取られた後ですね、ここね近くの敵にパスコースがある場合、ここはねダッシュして戻ってくれます。こうやって戻ってくれますね。ただねその後もう大丈夫だなと思ったらもうしつこくは追わないですね。で最大の魅力ここの後かなと思っていて、ここですよ、ここにいてくれるんですよね。これ結構熱くないですか。この後のビルドアップとかね結構しやすかったりするし、まあセカンドボールをね取られにくくなるっていうところはありますよね。なので、まあ、チームスタイルによってスタート位置が違うことはもちろんあるんですけどね、でもやろうとしていること自体は、どのチームスタイルも同じでしたね。じゃあ ST はどうなのっていうねとこですよね、気になりますよね。ということでやってきました。こんな感じで ST にしてきたんですけど、今回ね ST の動きね2種類やられました。ポゼッションとショートカウンター、そしてロングボールとサイドアタック、このね2種類になっていたので、この2パターンだけ見ていきたいなと思います。まずはショートカウンター、ポゼッションの方ですね。このロングカウンターとかの OMF 時ぐらいの動きっていうのかな、裏抜けのタイミングとかはねそんな感じになってましたね。まあただそれでもパス受けのね意識はちょっと強めなのかなっていう感じはしましたけど、結構ね裏抜けへの意識は強めになっていましたね。でこうショートパスとかで繋いでいくとですね、もう完全にもうフィニッシャーになれる、そんな感じでしたね。はい、次ロングカウンターサイドアタックのとこですね。これ見てくださいこれ。まだ何もしてないのに走り出してたりするんですよ。かなり速くなってるんですよね。しっかりパス受けもするので、前にスペースとかね、ない時は全然後ろにいたりはしましたね。うん、なので、裏抜けばっか考えてるとか、そういうことではもちろんないですよって感じでした。で、まあ、よりフィニッシャー感っていうのかな、は増すっていう感じでしたね。なので、なんか、わかりやすく言うと、パス受けをするデコイランとか、ライブレとかみたいな、そんなイメージが一番わかりやすいのかなと思いました。というところで、結論です。新ナンバー10は、省エネのパサー&デントリア。とします。はい、ということで見ていただきました。まとめてきました。ショートカウンターポゼッションはですね、 OMF じゃ従来のナンバー10に近かったかなと思いましたね。特にですねドリブル中心に攻める人はですねそう感じるかなと思いましたので、違いを感じられなかったなという人はですねショートパスとかを意識すると感じやすいかもしれませんね。なので試合展開によって OMF とか ST とか変えるのは結構ありかなと思いました。OMF じゃですね裏抜けはしないんですけど、カウンター受けた時の自分が操作するファーストディフェンダーにはなりやすいので、攻撃時のリスク軽減にはなるかなと思いますので、そういった使い方もありかなと思いました。でロングカウンターに関してですね、こちらはですね、まあ、チャンメニ動きが近かったりとかね、そんな形になっていました。まあフィニッシュを前提とした裏抜けみたいな、そんな形ですかね。回数とかで言うとチャンメよりは少なめに、裏抜けのね回数は少なめかなと思います。で前にスペースがないともちろん後ろにいたりはねしますよっていう感じです。でまあ先ほども言いましたけども、パス受けをするようなディコイランライブレみたいな考え方が一番わかりやすいかなと思います。で守備じゃですね、スタート位置が高いところも高い時もありますから、そのあたりは注意していただければなと思います。使っていく場合なんですけど、ショートカウンターポゼッションの時はですね、まあディフェンス OMF で使う場合はですね、ディフェンス能力あっても活かせそうかなと思いました。ただそれ以外に関してはスピッシュンとか決定力も割と重要なのかなとはちょっとね、思い始めましたね。もちろんねパスとかドリブルもね必要ではあるんですけどね、そのあたりも意外に必要かもしれませんねっていうところは思いました。このナンバー10のボックスですよね、ここに関しても、まあ、ディフェンス能力内系の男子はロングカウンターとかサイドアタックの方がより活かせそうで、まあ、ギュンドーアンとかバランスタイプみたいなタイプはですね、ポゼッションとかショートカウンターの方がより活かせそうかなと、まあ、そんな感じでですね、このガチャ以外のねナンバー10の選手とかいたらね、そういう考え方は参考にしていただければなと思います。はい、ここから雑談ですね。もうここはなんか言いたいことを言うみたいなねコーナーになってますけども、もうアプデ要素多すぎねマジで監督補正のやつとかもう衝撃的すぎたし、もう なんだろう、これ、ね、実はウィーレン時ってね監督数値1ずつ確か違ってた気がするんですよね。ただ当時ね監督補正の表示ってされてなかったので分かんなかったんですけど、まあ、もしかしたら戻しただけだったりとかね、そんな可能性もありますよね。まあいずれにしても監督ばっかはもう来るでしょうね。
まあなので急いでポゼッションに変えるとか GP 使ってロマン買うとかはまあ余裕がない場合はそんな急がなくていいかなとは思いますね。この後多分パック来るでしょうからね。まあ他にもいろいろ気になる要素はたくさんありすぎてですね、どっからやろうかなと思うんですけど、気になることがある人はですね、ぜひコメントで言っていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレモトとあればですね、コメントで教えていただければなと思います。年度内2万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録をしていただけるとすごくすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでナンバー10のことやってきましたね。今回はまあナンバー10を使う上でのね、指標にはなったかなと思いますので、ぜひ使ってみてください。あの僕のナンバー10推しはまだ変わりませんのでね、よろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。